はい、録画スタートです。はい、皆さんおはようございます。クリエイターテクの公式 YouTube チャンネル、今日も始めます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、第14回ということで、はい、第14回、はい、ヘコ救命ゲージというものをですね、皆さんに、はい、知っていただきつつですね、こんな使い方するとか、うん、こんな作り方してるんだよみたいなことをですね、うん、知っていただけたらなと思います。そうですね、はい、書いてある、これですね、これです、はい、これあれですね、僕たちヘコヘコって言いますけど、はい、多分ヘコなんて本当は呼ばない、読まないんでしょうね、きっと。何ですか、だってこれ漢字だ、なんて漢字だもん、ヘコ、ボコ、違う、王でしょ、王、王って書くと、凹凸、凹凸の王、おー、王救命ゲージ、王だけないじゃないですか、え、王でしょこれ、王救命ゲージですかね、なんていうんですかね、これ、え、王って読むんだよね、これ、え、王ですかね、あ、王だよね、救命王ゲージですか、王救命ゲージ、まあ、うん、でも分かりにくいので、ね、王って言ってお客さんに王ですって言ったって、はってなるよね。そう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 、凹凸の王ですって言えば、まあ、あーってなるかもしれない、ね、あーなった。でそこをヘコヘコ、なんかなんでヘコって言うんだろうね。ヘコヘコヘコボコデコボコデコボコのデコボコデコ、あーヘ使う、あーボコ、あれ何飛び出てる方は何でしたっけ、ボコですか、あれデコボコのデコとこボコはどっちがどっちか僕は知りません。どあれどっちだ、デコボコとデコボコするって、デコとボコってどっちが上でどっちがへこんでるのかな。ちなみにデコ、考えたことねえよな、あのか漢字で書くと、はい、デコは飛び出てる方ですね。デコ、あ、ほんと、あ、おデコのデコ、デコですね、デコボコ、ボコがボコはへこんでる方ですね。じゃあボコ、ボコ救命ゲージじゃん救命ボコゲージですね。だから凹凸って書くと凹だよね、これ、うん、凹だから凹球面ゲージと読みますよ、これ凹球面ゲージ、凹球面ゲージ、でこボコでいくとボコ球面ゲージ、ボコ球面ゲージ、どっちでもいいですよね、こんなのあ、要するに分かった、えヘコの由来は、僕たちがどうしてもヘコって言っちゃうのは、はい、へこんでいるのヘコだ、ね、あ、そうだはいはい、へこんでますもんね、気づいたじゃん、そう、へこんでいるっていう意味でヘコって言うんだね、さすがですね、いや知らなかったね、もう意外の、いつもヘコヘコって言って、ヘコヘコって何のヘコだと思ったら、ボコですよね、ヘコ、じゃあへこんでいるのヘコだって、そうそう、だからデコボコと関係ないんだって、へこんでるからへこんでるからへこ救命ゲージって呼んでたんだ、僕たちは。みんなへこって言いますよね。いや、どうなんだろう、今度アンケート取ってみますか、 YouTube で、何人答えてくれるか分かんないですよ、これはへこ救命ゲージなのか、ボコ救命ゲージなのか、凹救命ゲージなのか、いや、皆さんでもええと思うよまあでもこの漢字を使うなら王だよね、あ、これは王としか読まないから、そうですね、だからへこんでいる救命現象、じゃあ今日はどれに統一しますか、まあいいっすよ、へこで、へこですね、はい、じゃあ今日はへこ救命現象のご説明をしたいと思います、はい、ということで、またまた復活しました、ただ見るだけ動画を、あるんですか、ご視聴ください、はい、じゃあ、はい、見してください、みんな集中して見るんだぞそれ誰かの YouTuber のキャラクターなの、違いますよ、キャラなのそれ、見るんだかんだっつって言うじゃないですか、だから誰かのキャラだよね、 YouTuber じゃないかもしれんけど、え、知らないですか、アニメキャラ、え、見るんだかんだ、物になってない、あ物になって自分のものに仕切れてない、なんかどっか橋本かんなって言うじゃん、ちょっとさあ、橋本かんな、はい、あ、そうそうそう、橋本環奈さんはそういう風に言うんだ、ね、今日は見るかな、よく言ってるコマーシャルで、コマーシャルとかネタとしてですよね、ゲストの前出てるやってますよね、あの人すごいコマーシャル出てるね、今今日もやるかな、うん、今日は見るんだかな、そうそうそう、橋本かなっつって、へえ、そうやってやってるんだ、全然知らなかったよ、ドステリじゃないですか見るんだかんな、はい、
はい。そうなんですよ。そういうことですか。ということで球面、はい、ただ見るだけ球面ゲージ。球面ゲージね。あ、多いね。そうです。どうですか。ちょっとドラマティックじゃないですか。うん、これ難しいねこの格好ね。そうなんですよ。見てくださいよこれ。中側が球体になってるね。そうなんです。入り口よりも中の方が広いんですよ。格好難しいね。でおまけにただこの格好してるだけじゃなくてこれ精度がいいからね。そうなんですよ。うん、強烈、うん、新円度、新球度、そうです輪郭度、まあ一緒意味ですけど、さらにこう焼きが入ってますからね。なんたっていつかやりましたね焼き。そうですよ、はい、俺は先週のマルテンサイトになってる。そうです、落とすと割れちゃう。そうなんですよ。今週のいつやりましたっけ。もう一回見ましょう。火曜日。そうですね、今週の火曜日やりましたよね。もう一回見るんですか。ちょっとあのカンナで盛り上がっちゃったこれは半分、半円ですね、半球か。でこれは少し、薄く半球、半球とは言わないか、薄い球面体。エスパイが、でこれは深い球面体、はい、でこれの加工も難しい。まあ、あのへこんでる球面体の加工を、うん、ただ旋盤で加工するだけだったらまだ簡単なんだけども、焼き入れたもので精度よく新球度も、まあ、1000分の1クラスで作る、で直径も、まあ、半径半球かでも、うんうんうん、まあ、1000分の1、2クラスで作るっていうのが難しい。そうですね。で誰も許されないですからね、はい、誰も許されないし、この深さにも実は交差があったりする。この単純にこの形直径ができていればいいんだけじゃなくて、この深さ、単面からの深さも精度がいい、うんうん、なるほど、うん、だから結構がんじがらめだね。やったな、うん、非常に難しいゲージですねこれは。そうですね、特にこれが難しいね。これは、うん、やばいですね。もう穴の中っていうのはね、見えないですもんね。見づらいんですね、うん、でこれ今こうやって見えて、あ、球面台なんとなくなってるなっていうのが分かるんですけど、ここに加工するために何かツールを入れて加工するんですよ。その瞬間何にも見えなくなるんですよね。なるほど。もうそのツールのせいで、うん、でもツール、なんかツール削るものを入れないと削れないし、うん、神業ですね。でそれをまあ少し山感が入るんですね。おこんなもんかなみたいな感じでやっちゃって、でできちゃう。なるほど、まあ、これが職人芸。うわ、勘ですね。勘で、経験と勘ですね。あと五感の勘ね、うん、結構ね、僕らのこの究極にやる仕事って、あの匂いとか匂い、匂いも嗅ぐんですよ、はい、こすってるうちに、なんか、変な匂いする時があるんですよね。もう何つくんですか、もう、焦げつくまではいかないですけど、香ばしい匂いするんですか、一応こうダイヤモンドパウダーとかいろいろつけたりしてやってるんで、で変な匂いする時があるんですよ。でそれが、まあ、やりすぎてる時です良くないパターンですだから、あ、これガンって止めたりね。だからその嗅覚も、結構使うんです。あともちろん視覚、はい、視覚といえども、何ていうかな、要は観察力だよね。あ、見てて、ずっと見てて、なんか模様が出てきたのって言ったら、ちょっと止めたり、ちょっとこう力の入れ方を変えたりだとか、五感も使うんですか。五感使うんですよ。で、あと音、音も、キーって言ったらちょっとやめるとか、おなんかそういう、まあ、音だとか匂いだとか、あと目で見る感覚、あと手触り、本当に五感を感じて仕上げてます。はあ、あれ第六感使わないですか。お、いいこと言うね。マジっすか。第六感も大事なんですよ。いや本当に第六感も大事で、マジっすか。ものづくりにおいて第六感っていうのは、ある意味想像力なんですよね。お、だからいいとこ行っちゃったな。このままこうしたらどうなるかっていうことが、頭の中でひらめく人とひらめかない人で、仕事が早かったり出来栄えがに差がついたりだとか、そういうことがあります。だから本当に勘のいい人っていうのはもう第六感もいいからね。あ、だからまあそれは経験値で出来上がってる六感もあるし、
まあ、本当にこう持って生まれた六感もあるでしょうからね。なんかちょっと面白い番組になっちゃいそうですね、これ。そのなんていうんですかね今の話を聞いて、こうなんていうんですか、こういう人は製造業に向いてるよ的な話になんか展開されちゃうような。いや、もう製造業で向いてるっていうのは本当に、うん、勘のいい人ですよ。ほう、うん、第6感。結構こう日本の科学技術がどうのこうのとかってね、結構世界的にもこう、うん、進歩した国であるでじゃないですか、はい、でその人たちも、最先端をこういろいろ研究開発されている人たちだから、多分すごい感いいと思いますよ。なるほど、うん、こうしたらどうなるかみたいなところが、まあ、やってみなわからんっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、でもある程度こうやってみなわからん中でも、ある程度こう絞って試すんですよね。でその絞り方がこうにざっくばらんすぎて、全然なんかこう成功例がなかなか出てこない人と、結構か考えよくてこうやった方がいいんじゃないかなっていうところで成功が生まれる確率が高いんですよね。なるほど。でそういうのもこういう僕たちが作る中で結構こう手順書があったりマニュアル化されたりしてて、誰が作っても同じようなものが作れるっていうことをも大事なんですけど、でもやっぱりこう線分台だとかそのもう一個下のナノメーターの世界になっちゃうと、もうそうはね、手順書作ったところでその手順書守ったらナノメーターの精度が出るかって言ったらもう無理ですわ。なるほど、はい、だからその辺はやっぱりこう人の感性でね。あれ、はいはい、戻りました。なんかこんな感じだったっけ。そうあーあーって言ってました。はい、ということで大変失礼しました、熱暴走、ね、ソニーの熱暴走です。まあこういうこともありますよね。そうです、はい、はい、ということで、まあなんかね、オーなのかヘコなのかって言っときながら、なんか勘がどうのこうのという話して、なんか今日のこの、はい、このゲージについて何の話をしないですか。はい、そうです危ないもんね、見せるだけ動画でなんか、あ、はい、もう一回言いますか、見せるだけ動画。いや、もういいんじゃねえの、結局これ作るのは大変難しいよと、はい、そうですいう話から、うん、まあ結構こう職人技で、ね、勘がいい人が上手に仕上げるっていうところのお話をしていたら、ね、うん、ちょっとカメラがね、暴走しちゃったというか、まあ、そうですね、熱暴走です。熱暴走です、はいはい、という感じでした、はい、で、まあこれ見せる動画にも出てきた、これ前に出すと見えなくなったって、はい、後ろに出さないと見えないっていう、なんかすごい上に上げれば前に出せる、あ、そうですこんな感じなんですけど、まあこれさっき動画で上がってた現物なんですけどね、はい、そうです、はい、で、まあ非常に作るのは難しいよというものです、うん、はい、で前にも出した、こういうね凸プラグ系の球面体に反対側ですね、はい、これこういう風に当てて、まあ、当たりっていうのをいつかやるって言ってましたけど、こう当たって、まあ、ペースト状のものを薄く塗って、ね、当たりをつけてポッと外してどんだけ当たりが映ったかっていうのを見ながら測定したりします。はい、そうです。でじゃあこういうものってどこで使われるのかなっていうお話なんですけども、まあ、デフケースのね、デフケースっていう部品に使われたりするっていうところだったり、測定士の球面だったら、まあ、測定士の先端につけるもの、あ、ごめんなさい、測定器の先端につけるものだったりにします、はい、まあ、こういう大きさのものだと、まあ、測定士とは言いませんけどね、はい、まあ、こういう形をした部品製品があったら、それに対して、その測定するためのゲージが欲しいということで、同じ形状のものを我々の方でちゃんと焼きを入れて硬度を出して、はい、そうですね、で精度をよく作ってこれを使ってゲージとしてくださいと、うん、で、まあ、もちろんね耐摩耗性があるわけですので、まあ、これで、まあ、お客様が、その部品を作るときにこれで検査をしながら出荷して皆様の、はい、まあ、どこに来るのか分かりませんけど、そうですね、この製品がどこで使われるか、はいはい、
世に流れていくわけですよね。そうですね。だ結構我々やってることって結構縁の下の力持ち的な、はい、ところなんですよね。そうです。だから何作ってるの、たまにこの昔その近所のおじさんに、はい、僕外あの駐車場にいた時にね、うん、散歩してるおじいちゃんみたいな人に、はい、ちょあんたあんたみたいなこと言われて、はい、ここのあんたのところのこの会社何作ってんのって言われました。やっぱり分かんないですよね。確かに、うん、確かに、まあ、工場しかないので、うん、事務所と工場の建物だとね、うん、何作ってるか分かんないっていうところで、で組み立てくのゲージって書いてあってもやっぱりゲージってはってなるじゃないですか。鳥かごでもないし、はい、N ゲージでもないし、測定器なんで。なんて回答したんですか。測定する道具を作ってます。測定器具。ああ、測定器具を作ってる、うん、測定器具を作ってるメーカーですよって。あ、確かに間違いないですね、うん、だってもう、うん、簡単に説明しないと、そこでなんかこう絡まれても大変ですね。詳しく話してもましゃないじゃないですか。そうですね、はい、そうですね。そういう感じでね、こういう球面ゲージ、へこんでいる球面ゲージも我々の方で制作できます。そうですね。こういうものがもし必要であるならば、はい、ぜひ営業の方にご相談ください。はい、これで終わりですか今日は。はい、まあ熱暴走する前の動画とこうしつけますので。なるほど、ね、しつけるとだいたい10分15分ぐらいになると思いますので。はい、じゃあこれで、はい、これで今日はありがとうございました。思います、はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。さよなら。